じゃあゼロの続きなんだけど、まだ僕が持ってきた不思議な作家たち、はい、あいうえがき歌人、あいうえがき歌人誕生日一緒なの。あ、そうなんですか。そ、それはそいいですね。いいよ僕と天気さんの誕生日一緒なんです。あ、そうなの。どうでもいいって話僕とね、歌丸師匠も一緒だ歌丸師匠と歌人と僕まあ関係ないんだけどね。あの現代の俳句に入ってないのなんか歌人も入ってないし、百合山右近も入ってないっていうね、うん、この2人どっちか入れてもいいんじゃないかなって感じはあるんだけど、うん、で歌人もね結構手に入んないよね本が。うんうん、ほんま確かに意外と、ね、置いてあるの見たわけない、うん、一応ね僕全句集もあるんだけど、その句集ごとも結構高くて歌人って、なんかもし見つけたら買った方がいいような作家、うん、で、ね、何がいいかなこれ、これ4 どれがいい、どれがいい5句目かなちょっと家にいても見える歌を見にいずる、うん、そうそうそう、これはね結構歌人の中では有名なやつ、うん、歳時期に結構載ってるよね。あの一番有名なのって何かな、荒海屋さんまを焼けば火を洗うかな。ああ、それは確かに、あれは歳時期載ってるもんね、絶対さんま見ると思ってる。そう、でもすごい面白いわけじゃなくない、うん、なんか俳句の上手い人だったら作るかもしれない。キリンさんの詩は僕はね、ガガンボが襲うがごときことをせし、ね、襲うがごときことあのね、僕の価値観ってすごく近いというより、僕が、ま、歌人さんをこう、うん、見本にしてるとこがかなりあって、うんうん、あの恐るるに足らざる我を蚊に恐るとか、だその生き物が自分と割と同列なのね、うん、あのちっちゃい生き物だから人間の方が偉いとかじゃなくて、人間と虫とか生き物が同じぐらいの命の大きさがあって、そういうのをね割と句を読むときに手本にしてて、だ僕もカニと戦って負けるかもしれないとかいうような思いでカニを読んだとか、うん、ガガンボとか絶対負けないじゃん戦っても、でもなんか負けるかもしれないよね、このなんかね、うん、ちょっとガガンボが強く見えますよ、そうそう、なんかこう襲うがごときことっていうのがなんか襲ってくるよりは強そうですよ、うん、ちょっと可愛くないあの僕ね、樹液太郎さんっていう漫画家のファンなんだけどあの 虫をね、あのあ本書いてる、なるほどなるほど、可愛いんだよ虫がそう近い世界観があって、うん、灯籠が怒りに燃えて立ち上がる、あー、うん、許されしごとく雲折り許さぬ人そういう人いますよね、うん、なんかそういう人いるなって、表現的にはさ17文字しかないのにだいぶ無駄でしょ、なんかあの、うん、なんかね、まあ、あの夜半にも同じようなことがあるんだけど、こう無駄をそげばいいってもんじゃないなっていうのがあって、あ、うん、楽しむというね、なんか、うん、遊びの部分ですよね多分、なんかこう、そう、言葉を組むときにちょっと遊びを作る余裕というかね、我が餅をみすみすカビに奪われるいいのかっていうね、それで、まあ、仕方ないですよ、仕方ない、仕方ないです、あの、うん、明日食べん、うりありすでに今日楽し、すで、うん、に今日楽しこのね、あの読み上げた時にね、こう、なんとも言えないね、こう恥ずかしさと嬉しさとこう込み上げてくるものがあるね、うりってのはいいですよね、なんかこう、ふぐ、うん、とかだったら、まあ嬉しいだろうよ、みたいなけど、うりって、うん、そう、細川加賀、うん、これはもう鶴系の、ね、そう、
細川佳奈もね、なんかこう、あんまりこう、取り上げられない、ね、取り上げられないね、なんかちょっと寂しいですよね。で、佳奈がなんかよく作家で前半がいいとか後半がいいとかあるじゃん。佳奈は間違いなく後半がいいっていうね、なんか作家としては幸せな人なんだ。ひょこひょこ歩きたまいけど、ひょこひょこ歩く、ヒルネズマ小さき鼻をつけにくね、まあ、かわいい、カンゴイをぐるぐる巻きに新聞紙、恋国が熱くて月の裏の山、恋国いいんだよね。良き知らせ冬の昼寝をしておれば、確かね、これ俳人協会長かなんか知らせ、良き知らせですね。良き知らせ。やった。秋遍路ついて行きたくなりにけり。誘われる。誘われる。破教の教えとは思えない。前半は破教結構似てるのか。そう、なんかこう割とこう破教寄りのところから始まってきますよね。だんだんね軽くなっていくよね。鶴の人ってなんでだろうね。なんか破教死後軽くなっていくよね。ああ、バキュウジンさん。最初だって結構硬い。やっぱり全体にそういう風に向かってた。ハキョウも聖保尊敬してたじゃん。もし長生きしてたらどうなってたんだろうっていうのはね。そう、なんかハキョウもふっと軽く作る時ありますよね。口に入ってないやつとかね。そう。なんかでもこう、温度がある。そうですね。熱があるというか、やっぱりイメージとしてはあって、それはなんかこうずっと続いてる感じはしますけどね。なんか そこ、その熱はありつつ、こうそれがこう軽くなっていくっていう感じです。すげえ印象批評みたいな感じですけど。あとまあ惚れ込むのかな、弟子がみんな。だから先生に二択をまず行くのかな。次は高田露伴とか言う。盲点だった、確かに。いやでも乗らないでしょ。そら、なるほど。乗ってないわ、確かに、という感じの人ですね。風流の細身に泣くや痩せ返る、風流のって言うかみたいな、あ、ね、だからね郁弥さんがちょっとなんちゃってって感じで江戸っぽくやったりとかっていうの、この人はマジな、あの年代的にも、その辺をね楽しめるか振るって思うか、でも痩せ返るは、一茶の多分痩せ返りなのかながあって、ここに痩せ返り来るんですよね、きっと多分ね、だからなんかあれをの痩せ返りを取りつつ随分変えて、そのこのね、泣くやがね、うまいのか下手なのかわからない、このカエルが涙を流そうの泣くと、なんか泣くとかけてるんでしょ、細身もなんか細い水で細身でこう、水とただ細くなっている、臭いは臭いよね。まあまあ。小男の難波に寒し水の音っていうのは。これ難波カタカナ。難波ね。難波、そうカタカナなのこれ。でも大阪らしいから、あの難波。あの難波でいいですね。小男いそうだよね。あのメダカさんみたいな感じ、池のメダカさんとか、ああいう大阪っぽい感じの人。僕でもやっぱ郁弥が好きかな。前髪切られてたんで。これね、あの郁弥さんが結構引用するよね。露伴がいいんだっていう時にこう前髪を切られてさぬき別れる。これを引用されてやっぱこう、ああってなるっていう感じの句はやっぱりこれな気がする。そうか、まあ、吹く風の一筋見ゆる枯れ野かな。